こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。自衛隊の F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機の開発計画が、アメリカと合同で進行しそうだという情報があるそうです。でも、これはあくまでも非公開情報なので、半信半疑ですよね。日本の自衛隊機なのに、合同開発する理由ですが、お互いの利益が、合致したというか、技術を交換することによって、それぞれの開発費が削減できるという見込みがあるからということです。やはり、何事にも、お金の問題が重要ですからね。とは言っても、F3 戦闘機計画を日本主導で進めるということは、閣議決定されています。やはり日本の戦闘機ですから、開発について、日本がイニシアティブを取るのは当然の話でしょう。その前の F2 戦闘機の場合は少し違いました。アメリカの F16 を日本の仕様に合わせて両国で改造開発したのが F2 でした。日本で使う戦闘機なのに共同でというのが引っかかったのでしょうね。それを踏まえて後継機となる F3 戦闘機については、開発には日本製を前面に出していく予定と言われています。しかし、アメリカの無人戦闘機の技術も非常に気にかかるというのは日本側としても同じです。アメリカは、アメリカで、日本の IHI プロトタイプジェットエンジン XF9 を、気にしているようです。この XF9 が優秀なエンジンであると、理解したのでしょう。では、今回の主役である XF9 エンジンの話を紹介します。今から、2年前の2018年6月、日本の航空、軍事市場において忘れてはならない力説すべき出来事がありました。日本が長年切望していた、つまり悲願とも言うべき国産のジェットエンジンが完成したのです。そして、プロトタイプのたった一機とはいえ、開発メーカーの IHI 社、旧名、石川島播磨重工業から防衛装備庁に納入されました。この Z エンジンが XF9-1 と呼ばれるもので、現在の国際スタンダードと比較しても、全く劣らない優れもの。いえ、それ以上でベストと称されるほどの、優秀な航空機、戦闘機用のエンジンなのです。このエンジンは、カタログスペックでは、高い推力、推進力を実現しています。このカタログスペックというのは、製造した会社が公表している製品の所限やスペックのことです。要は自分たちが作ったものの詳細説明ということですから、欠点などは公表しないはずですから、その内容がいいことばかりで、完全無欠な製品であるといった説明になるだろうというのは簡単に推測できますね。しかし、この XF9-1 においては誇大広告ではないようです。つまり、
親のひいき目などでは決してなく、本当に素晴らしい、画期的なエンジンと、評判なのです。このプロトタイプの XF9 の1エンジンが、今回納入されたものですが、アフターバーナーを使用した場合の推力は、なんと15トンになるそうです。この数字は、アメリカの F-22 ラプターステルス戦闘機が採用している。F-119 エンジンの推力 15.9kg と比べてみても、決して負けない値です。というより、一説には、むしろ XF9 の1の方が勝っているとも言われています。比較対象として、同じアメリカのステルス戦闘機である。F-35 ライトニング2戦闘機について説明します。この機体に、搭載されている F-135 エンジンも優れていると言われているそうです。このエンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとされていて、XF9 の1エンジンは確かにそれより低いですね。しかし今回はまだ、プロトタイプです。初号機ですから、まだまだ改造、アップデートの余地があります。そう考えると、将来的には XF9 の1エンジンの性能向上が十分期待できますから、推力アップも可能性は大です。アフターバーナーについて解説しますが、このアフターバーナーとは、エンジンから放出される排気ガスに直接燃料を噴霧して燃料を追加して、もっと激しく燃焼させることで推進力を大きくするというシステムです。XF9 の1のエンジンは、このアフターバーナーがなくても、推力11トンという記録を出したそうです。ここで、改めて XF9 の1エンジンが、世界的に注目を集めたわけを、考えてみましょう。今までは日本の国産エンジンでは、このように一線級の卓越した性能を備えることは困難でした。しかし、多くの難題を解決した結果、このエンジンは世界に通用する優秀な性能を所持していることが実際に証明されました。そのおかげで、世界中の耳目を集めることになったのです。さて、現在活躍中の航空自衛隊 F2 戦闘機ですが、実は国産ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を基本として開発しようと、決定されたことがあるのです。どうしてアメリカの戦闘機を元にするんだ?という声が盛んに湧き上がったということでしたが、アメリカ製を選んだ理由の一つが、戦闘機に搭載するエンジンを日本では開発できないということだったのです。もちろん、アメリカに対する政治的な関係もあって、一つではない複雑な理由があったことと思われます。この決定に悔し涙を飲んだ技術者たちも多かったことでしょう。だからこそ、今の XF9 の1エンジンの快挙はリベンジを果たしたとも言えるのかもしれません。いよいよ日本での国産化エンジン開発に、目処がついたと言ってもいいでしょう。因果は巡ると言ったら大げさでしょうか。
現在自衛隊が活用中の F2 戦闘機ですが、この後継機である F3 戦闘機を日本だけの単独生産ではなく、アメリカと共同で開発するという予定らしいと言われています。しかし、F3 に使用する XF9 の1エンジンを日本だけで生産できるようになったのですから、選択肢が広がったという事実は、動かしようがありません。この XF9 の1エンジンは、戦闘機用エンジンに最重要とされる2つの要素を持っています。一つがサイズの小型化、二つ目が軽量化です。この二要素は必要不可欠とされています。それを持ち合わせて、しかも推力は15トン以上ですから、どのエンジンに比べても負けない素晴らしいものと言えるでしょう。では XF9 の1エンジンのデータを具体的に紹介しますね。サイズですが、前述の F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが、長さ 5.16M、直径 1.168M に対して、こちらは、長さ 4.8M、直径 1M なので、ちょっと小さくなったようです。印象的にはコンパクトになったという感じを受けるのでは？エンジンに最も必要なのは、何と言っても、推力、昔の言い方なら、馬力でしょうか？ですから、それの大きいものを作りたいなら、エンジン自体を大きくすれば、思いのほか簡単に推力が上がるそうです。しかし、XF9 の1エンジンは小型なのに、推力が大きい強力な作りになっているという点が、最大のメリットと思われます。小さくても力持ちと、いうのは、日本昔話によく出てくるキャラクターではありますね。日本人好みなのかもしれません。現在の戦闘機においては、機関部を小さくすることが必須と言われています。なぜなら、個によって戦闘機のステルス性が高くなりますし、爆弾、ミサイルなどのいわゆる兵装を、機体の中へ収容するのですが、積載量が増やせるようになるのです。言ってみれば、ステルス性能アップで戦闘能力が上がりますし、兵装量が増えるということは、武器が増えることになりますから、一石二鳥の効果があります。仮に、ステルス戦闘機を、国内で独自に開発するとしたら、このような兵装を収めるためのウェポン類、爆弾装という軍用機内に、あるミサイルや爆弾の収納スペース開発や設置のための技術的な問題解決などが必要になり、様々な課題と向き合うことになるでしょう。しかし、最大の関門と言われるエンジンの小型化をクリアしたわけ。ですから、将来的にも心強いと感じますね。2019年6月、航空見本市が開催されました。この席で、XF9 の1エンジンの推力変更ノズルを開発中であるという発表がありました。この発表によって、XF9 の1エンジン実用化に向けた準備が着々と進んでいるという実態が
強く印象付けられたことになります。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンの排気方向を変えることで、戦闘機の進行方向をコントロールする装置を言います。XF-9 の1エンジンは、ノズル式装置によって、最大角度20度以内で機体調節ができるそうです。いいことずくめの XF-9 の1エンジンと思われますが、やはり心配なこともあります。ここまで開発が進んではいるのですが、次期 F3 戦闘機の着地点が未だに定まってはいないのです。ですから、せっかく日本独自で作った素晴らしいエンジンのプロトタイプがうまく活用してもらえないのではないか、という良くない推測もあるようです。ここで、面白いというかびっくりすることをお教えしましょう。実は、F3 戦闘機を当事者である日本より注目している、警戒している国が、あるという情報を得ました。しかも、F3 戦闘機に関するニュースは、非常に重要視しているようで、こっちから見れば、なんで、そんなにマジになってんの？と、若い人なら言っちゃいそうなぐらいの真剣な議論を展開しているのです。その国とはどこか？お隣の韓国です。日本も韓国もアメリカの同盟国ですから、いざとなったら、例えば、対北朝鮮など協力することになっているはずですが、どうも不安を感じてしまうのは筆者だけではないでしょう。韓国は、日本が第6世代戦闘機である F3 戦闘機開発を進めていることに、不安を感じているのか、警鐘を鳴らしています。エンジンは、確かに優れたものが用意されていますが、今後の展開が、どうなるのかわからないのが F3 戦闘機計画です。白紙状態とも言える。計画なのに、それほどまで気を回されているというのは、呆れてしまいますし、日本をこれほど過大評価してくれるのか、韓国は、と逆にいい方に受け取ってしまいそうでもあるし、くすぐったい気持ちにもなりそうです。しかし、戦闘機計画に目くじらを立てるほど、日本は何かあれば、即仮想敵国と韓国は捉えてしまうのか、今までの交流は、一体何だったんだと、悲観的な思いを感じします。1945年、昭和20年の太平洋戦争終結から、すでに70年以上が過ぎました。韓国は、婚の文化と言われます。日本への婚が、世界で日本より上の、立場を目指す熱意となり、また、対抗心をかきたてることになったのでしょう。外交関係も、今一つ良好ではない二国間です。日本の戦闘機開発に、張り合うつもりなのか、韓国でも、原潜や航空母艦配備へ向けた動きがあります。この隣国は、軍備をどこに向かわせようとしているのか、気がかりな状態が今後も続くと思われます。